はい、皆さんこんにちは、虫岡です。こちらはコロギスの飼育ケースですね。冬眠から目覚めて活動をし始めておりますけれども、今日ちょっと巣から出てきているので観察していこうかなと思います。はい、今日は巣から出てきておりますコロギスちゃんです。前回ね、動画で見てもらった後にですね、またすぐ脱皮をしたんですよね。で、脱皮をしてから衝撃が生まれましたね。お尻からぴょこって出てるこの管わかりますか？これ産卵管なんですね。このタイミングの脱皮でやっと産卵管が出てきたんですよね。多分おそらくね、産卵管今まで見えてなかったんじゃないかなと思いますけれども、産卵管が出てきてこの子がメスだということがわかりました。コロギスってね、成虫の時もそうやったんですけども、別に毎日毎日巣から出てくるわけじゃないんですよね。3日4日巣にこもってて、何日かに1回出てきてこうやって走り回って餌を探し求めるって感じですね。まぁ、ちょっとこのタイミングなんでね、霧吹きとか餌とかをやってみたいなと思います。動きがすばしっこいからね、逃げられないように注意しないと。基本的にやってる飼育はね、こういうたまに霧吹きをすることと、我が家でね、飼育して出てる虫の死骸とかをね、入れてあげることですね。あとは高タンパクゼリーとかですかね。今日はですね、カマキリのね、餌として飼ってるサシの幼虫をね、ちょっと与えていこうかなと思います。まあ、サシの幼虫とかも食べますしね、あとはね、トリニドショウジョウバエとかも入れてるとね、多分食べてるみたいで、死体が転がってないんですよね。まあ、生きてる間に食べるのかもしれないし、コロギスはね、死んでも食べてくれますから、そこがいいんですよね。さあ、大好きなウジだぞ。お、食べた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 。そういえば俺は今何の意識もせずにコロギスにウジを与えたけど、あのコロギス事件を知ってる人からしたらすげえ絵面ですよね。あの時に出てきた幼虫はね、このコロギスに寄生して育つヤドリバエ、そして今食べているのはキンバエの幼虫です。まあ、感染経路は別にね、こうやって幼虫を食べて寄生するわけではないです。ヤドリバエの成虫がコロギスに直接卵を産みつけるのがおそらく寄生ルートじゃないかなと思います。ですので、こうやってコロギスにウジを食べさせたってヤドリバエに寄生されることはありませんので、ご安心ください。30分ぐらいかけてウジをほぼほぼ丸1匹食べましたね。去年ね、成虫のコロギスに少量バッタの成虫を与えた時もありましたけれども、めちゃくちゃ食うんですよね、こいつら餌を。まあでも、こうやってたっぷり食べるからこそ3日4日巣にこもってても、大丈夫なんでしょうね。まだ餌がね、食べ足りないかもしれないんでね、こうやってウジの幼虫何匹か入れておきましょう。コロギスの飼育ケースにこうやってウジがいると去年の夏を思い出しますが、まあ、もしかしたら今年の夏もね、昆虫採集に行くとああいう衝撃な出会いがいろいろ待ってるかもしれませんが、それがね、この素晴らしい昆虫の世界でございます。そういうのもね、一つ一つ楽しんでいけたらなと私も思っております。まあ、僕の動画を見てくれてる方はね、もう知ってるかと思いますが、コロギスは、糸でね、葉っぱを紡いで巣を作りますけれども、ちょうどこのコロギスはこのプラケースの壁とこの葉っぱを糸でつないで巣を作ってくれてます。だからね、巣にいる時はね、こっから実は丸見えなんですよね。
というわけで本日の動画はこんな感じにしようかなと思います。ちょっとずつね、滋賀も見えてきたんで、今やっと足裏になったって感じなのかな。いや、しっかりコロギスの成虫になってくれるように頑張って育っていきます。楽しみですね。というわけで今後も動画楽しみにしててください。ステイホーム、一緒に頑張りましょう。ムシオカでした。ありがとうございました。「どんなに抱きしめても人もたやすい」